皆さん、こんにちは。インターネットコンビニクラブを主催しております、藤井隆弘と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、自然法則促進術療法予防医学研究所の中山宝道先生をお招きいたしました。中山先生、どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中山先生はですね、たくさんの人を健康にするアドバイスをされてきた、知る人ぞ知る有名人なんですけれども、いや、知る人ぞ知るって実はですね、いろんな政界財界とかですね、本当に偉い方の中では、すごく有名な方なんですよ。で、健康のお話をね、中山先生にしていただきたいと思いますけども、よろしくお願いいたします。じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。パソコンの画面をね、見ながら、お話ししたいと思います。まあ、あと声だけになりますけどね、失礼します。今日はですね、足裏から健康を取り戻すということで、はい。こちらのページをちょっと見ていただきたいんですけれども、足は第二の心臓と言われているそうなんですけども、この近所にもね、自然の温泉があるんですけども、はい、疲れた時に足裏こう、指圧みたいなのしてもらうじゃないですか。はい。すっごく痛いんですよ。はい。で、もうたまに悲鳴上げちゃうんだけども、よくその足裏っていうのは、第二の心臓って言われているそうですけども、これってどういうことなんでしょう。まず第二の心臓っていうのは土地踏まずの有線、はい、そこですね、はいはい、有線を刺激しますと、はい、まず腎臓の働きが良くなりますね、はい、それと同時に足の裏っていうのは脳に直結してるんですよね。ああ、なるほど、はい、ですから脳、はい、脳の覚醒をすることによって体の健康をね、はい、維持できるということですね。あ、はい、じゃあ足裏っていうのはすごい大事なんですね、はい、足裏だけのことを言ってますけど、はい、実際には5本の指、指をに全部脳に通ずる神経があるわけですね。その神経が土踏まずに全部通過して脳に行ってる。あ、5本の指がの神経がこの足の裏に来て、はい、この足の裏を刺激すると脳に刺激が行くと、はいはいはい、そうです。こういう原理なんですか。はい、そうです。はい。それで、足裏を刺激して脳を覚醒、はい、全身機能を活性化ということなんですね、はいはい。そういうことです。なるほど。で、足裏から健康を取り戻す、はい、ということですね。はい。それと同時に、老化というのは足から老化するんです。ああ、一番最初に足から来る、はい、老化。足から老化ですね。はい。そうですね。確かに、お年寄りになると、まず足がね、はい、こう、 うまく歩けなくなったりとか、はいはい、そういうことですよね。そうです。あ、はい、じゃあ足が元気だっていうことは体全部が元気だ。若いっていうことです。はい。なるほど。ですからね、この足を刺激することによって、はい、皆さんは今言ったように足をやると痛いっていうのはそれは観測法といってね、はい、棒でやったり指を曲げて指の節で、うん、よく指をね、はいはい、人差し指を曲げてギューッとかって押されて、私の場合にはそういうね指圧的なことはやりません、はいはい、要するに全部指の両方必ず治療するときには両手を添えるという、両手を添える、はいはい、それはどういうことかって言いますと左手が陽で右手が陰になるんですね、はい、あ、陰と陽、はい、で、プラスマイナスで一緒になって初めて波動。波動、はい。治療師のエネルギーですね。治療、はい。はい。エネルギーが伝達されるんですね。それと同時に、治療する人の体と一体になるわけね。波動が一体化するわけです。で、必ず、本当なら、ご夫妻でお見えになっていただきたい。そして、二人が覚えて、はい、一週間のうちに交互に、一週間に一回やればいい、はい。治療の仕方を覚えないと、一、はい、人で覚えていってもなかなか大変だから、うん、要するにどうして治療をするかというね、心理をお話しするから、ご夫妻でやる。そして、お互いに理解をした上で、家庭でやれば子供も教えてあげられる。なるほど。これ誰でもできるってことですね。はい、そうです。ただ、誰でもできるけど、私が出版してる本にもありますけど、はい、ね、自然の英知を学ぼう、うん、はい、ね、愛は波動なりと書いてあります、はい、そして真ん中に問題は病気は自分が作る、病気は自分が作る、はい、うん、そしてサブタイトルで自然の英知を学ぶ、うん、
自然の英知を学ぼう。はい。愛は波動なりと。愛は波動なりと。はい。ですから、治療師の愛を持った、慈愛を持った波動でないと効果が出ない。あ、はい、昔の先生は、波動で、そして必ず手を添えて、問診を触る。そうですよね。はい、こう 手で、はいはい、問診して、はい、そうすることによって、波動が一体化するわけですよね。はい、そうすると、お医者さんが、あ、この人はこういうところが悪いんじゃないか、こうじゃないかという、一つの意味で、感能が働くわけですね。人間には全部感能も。感能がね、はい。はい。そこに結論が出てくるわけですよ、ね。なるほどね。現在はそれを機械に任せてる。もう機械じゃ波動来ませんもんね。はい。慈愛もないもんね。はい。はい、ああ、なるほどね。そこのところが違うんですね。はい。なるほど。ですから、この即身術っていうのは、足を整えることによって脳が整え、はい。脳が整え。はい。体全体のコントロールをするのは脳であったのに、はい。体が健康になる、うん。はい。その原因っていうのは何かって言ったら血液。血液、はい。はい。要するに人間の健康になる、生きるということはどういうことかっていうと、食をするから。食べるから。はい。その食べるっていうことはどういうことかっていうと、全部生あるものを頂戴するわけだ。そうですね、おっしゃる通りですね。はい、その時になぜいただきますかっていうとね、私と共存させていただきますと言って、いただきますは、はい、聖あるものをいただくから、いただいて、私の体の中で共存させて、共存させていただくという、そのいただくの。はい、そうです。だから今そういうふうに教えてくれる人はいないわけですよ。初めて聞きました。はい。はい、そういうことなんですよ。はい、それで、いただいて、なぜ、じゃあ、食するものに味覚があるかということを考えなきゃ。味覚、はい、なぜ味覚があるか、はい、はい、その味覚があるしょっぱい辛い甘いそういうね酸っぱいそういう味覚があることによって、うん、人間を食べることに意欲が出る。味覚がなかったら全然食べない。そうですよね。美味しくなかったら、はい、美味しさを感じなかったら食べる気ないもんね。はい、そういうことなんですよ、はい、なるほど。美味しいから食べようとするから生存するわけ、はい、これがもし味覚がなかったら食べようとする人はいないわけです。そうですね。そう言われてみれば確かにそうです。はい。はい、で、今現在なぜ病人が多いかというと、戦後、あまりにもカロリーの高いものを召し上がりすぎた。はい。でも美味しかったですね。はい。美味しいから。はい。そこにね、欲望、食欲と言って欲望が発生するわけです。はい、あ、今度欲が出てきてしまう、はい。はい。はい。で、自分を制御することができなくなる。なるほど。だから、食事というものは腹八分と言って、満腹はいけないよ。それで肥満だとかっていうのが出てきたり、はい。だから今現在の中高年の病気なんていうのは、これはもう全部自分が病気を作ってる。はい、誰が作ってるわけ、自分が作っちゃった、ね。はい。そういうことなんですよ。なるほど。でちょっと先に進んでるんですけども、はい、あの長嶋茂雄氏からもって書いてあるんですけど、はい、この長嶋茂雄さんとの出会いっていうのをちょっとお話しいただけますか。はい、これはですね、私のところにお見えになってる人の友人でした。はい。その友人の仕事上、朝からお酒飲んで、接待の酒でね。はい。それで、ですね、痛風になられる。はい。どこ行っても治らない。はい。それをたまたま長嶋様がその人を見て、はい、あまりにも元気になってたもん。あ、その痛風の方がすごい元気になっちゃった。はい。はい。それはどういうことかというと、監督を辞めるときに、いろんな問題がありまして、はい、うん、で、まあ、家族的にもいろんな、なんか問題があって、はい、精神的に非常に大変なようです。ああ。で、お見えになった。それでその結果はどうなったんですか？ああ、そう、元気になりました。で、第二の監督で、名誉。あ、それで、本堂先生のとこに、長嶋茂雄さんが来られて、食べるものが美味しくなくなったり、食べられなくなったりしてた状態から、全開しまして。全開して、はい。それで、二回目の監督に来る。はい。あ、その頃なんですね。はい、だから、バロセナナに行って帰ってこられた時に、はい、スタッフがみんなダウンしてそうですよ。はいはい。ところが本人だけはダウンしないで行ってこられた。それはまた不思議な話です。はい、ちょっと掘り下げたいですね。はい、なるほどね。で、私が、平成14年に、はい、病気は自分が作るの本をね、はい、出版する前に、はい、ね、帯に私のあれを使ってよろしい。はい。
何でも使ってくださいっていうのは。大変なことですよね。ここに長嶋茂雄さんの写真があるということで。はいはい、びっくりしちゃいますよね。はい、これは肖像権とかいろんな問題がありましてね。そうですよね。本来ならば大変なことなんですよ。そうですよ。ところが、私を、あれを使っていただくなら先生、何でもいいから使ってください。って言って、本人から申し出があった。あ、そうですか。はい。だから私が使う分には今現在でも私には言えないはず。それはまたすごいすごい話ですね。はい、それは正直言って、名誉監督になれたのは私のところをお見えになって元気になれたから監督をお受けできた。いろいろ施術をされた内容っていうのは、ここに出てるような促進術っていうことは、はい、足の何かされたんですね。で、まあ、長嶋茂雄さんがそうやって、はい、先生のおかげで、はい、元気になられて、はい、監督を、はい、2回目の監督も、はい、無事終えて、はい、そして名誉監督になられた。はい、まあ、こういうことですね。はい、まあ、この辺は、まあ、詳しいことが書いてありますのでね、はいはい、皆さん見ていただければと思いますけども、はい、身体改善の鍵は脳の覚醒だと、はい、いうことなんですけども、ここちょっとお見せしますか。はい、それはどういうことかって言いますとね、はい、脳細胞というのは、要するに退化するのはなぜかっていうとね、はい、脳の中のホルモン分泌が悪いやつ、はい。その脳細胞にリレーをしてるのは全部、ホルモンの分泌が年を取ると減ってくるわけですね。はい、そのために脳がどんどん萎縮してくる。あ、その脳の萎縮を止めるために足から波動を使って、脳の活用する、うん、ちょっとまだよくわからないんですけども、その足から波動を使って何かすると脳が生き返る、はい、そんな感じ、若くなるわけです。若くなる、はい、それはどういうことかって言いますとね、人間の体は遠いところから治す、はい、ね、外堀から攻めるみたいな、はい、遠いところどうするかというとね、はい、あの信号の遠いところでちょっと触っただけで大きく響くんですよ、はい、それは、例えば、重いものを、テコでやるときに、はい、ね、遠いところで長い棒でやれば、重いものでも動く。軽く動くんですね。はい、それと同じなんですよ。はい、足の先からね、はい、指の先から足の裏はもちろんだけど、はい、信号を送りますと、脳に響きが大きくなるんです。で、脳が退化しているところを、信号が行くものですから、脳が働くようになる。この辺のことですか、はい、C型、C型のアクセルさせるだから、まだ、今のこの遠いところから、はい、ね、遠いところ、はい、はい、ということ、はい、で、脳っていうのはね、まあ、最近の医学者でも、お腹の中に脳があるということを言い出した人もいますがね、はい、要するに、副脳と言いまして、お母さんのお腹の中にいるときには、脳がお腹が脳なんですよね。へその脳から全部エネルギーを調達して、はい。そうですね。はい。で、果たして、お母さんの体から生まれた時に、酸素を吸った時に、初めて脳に移管されるんですよ。はい、ああ、なるほどね。そういうことをね、はい、今現在の医学者は言いませんよ、はい。言いませんけど、そういうことなんですよ。だから、私の言ってることはね、はい、医学者から見ると何を言ってるのかと思いますけど、私は今言ったように、自然からの伝達でやってるから。自然からの伝達で、はい、おっしゃってる。はい。私の師匠は自然界。だからこれをね、マスターしていただくとね、病人は減ります。あ、足の土踏まずに神経が集中していますってことは、どういうことですか、先生。ですから、足の土踏まずを全部指から伝わってきたものが、はい、土踏まずを通って、はい、そして脳に行くっていう、はい、そういうことです。そんな感じで、はい、で、施術と同じ効果を実現、これは何を実現したんですか。それはですね、はい、病気の治療を助けたり、はい、きっかけはね、はい、バネのスリムオーカという名前にはしてありますが、商品名、はい、バネによって、はい、土踏まずを刺激することによって、今まで先生がおっしゃってた土踏まずに、先生は本当は来られた方に、その波動を持って、なんか施術をされるんだけど、はい、それと同じ効果のものを、なんかバネで作ったんですよ、はい。それも、
要するにノイローゼで昼夜が全然反対になってしまって、はい、仕事ができない、私の先輩のお子さんのために、はいはい、そうですね、はい、そうです、はい、これをねしますと私の施術を受けると同じ効果があります。あ、ただ薬でないためにね、はい、すぐには3ヶ月ぐらいかかりますけど、はい、で例えば仮にですよ、はい、先生のところに1週間に1回通って、はい、長島の修行館みたいにですね、はいはい、1週間に1回通って治るのに相当お金かかるでしょ。かかりますね、はい、何万円何十万円、はい、年間100万ぐらいか、年間100万ぐらいか、はい、ちなみにこれインソールですよね、はい、だからこれを靴の中とかスリッパのところにつけておいて、はいはい、こう履いてれば確かにあの先生のところ行かなくても一日中刺激受けてるわけですね、はい、そう、これで同じような効果、はい、あ、これ便利ですね、はい、あ、これを皆さんお使いになっていただくと、はい、こんな体験をね、はい、使わなくても、はい、自然にね、はい、靴を履くだけ、はい、スリッパを履くだけで自分が毎日の行動の中で、はい、私の効果があるという。じゃあ歩けば自然に指圧じゃないけど自然にこの先生の中野先生の施術が行われてしまう。はい、そういうことです。はあ、そういうものですか。はい。ちょっと見ただけだとなんかバネ付きのインソールって感じなんですけど、はい、そういうことなんですね、はい。これも全部パテント取ってありますから。あ、特許。はい。取得ね。はい。で、これが最もこだわったのが、まあ、こんな感じなんですね。はい、そうです。力を入れると下がります。ね、力を上げると戻ってきますね。はい、これは確かにこう、刺激がね、はい、常にあるというか。はいはい、あの、突起物ですとね、はい、うっ血を起こす場合があるんですね。はい、まあ、随分いろんなサンダルでもドイツから来た、はい、イギリスかドイツかな、はい、来たので、突起物があって、日本でも随分そういうものが売られていましたけど。はい、これを発明するときに今一旦更新が自然界からの更新で、はい、こういうその底辺まで下がるものこしらえて、はい、でこしらえたのがこのスリム。ちょっと質問していいですか。はい、先生さっき慈愛を持ってっておっしゃいましたよね。はいはい、これ慈愛って何ですか。これは慈愛を私がしてます。私が全部セットしてます。あ、この中に先生の慈愛が入ってるわけですか。入ってます。はい、物に入るんですか。入ります。だからただ皮だとかこういうバネだとかっていうんじゃなくて、はい、ここに先生の波動の慈愛が入って、はい、私がセッティングして全部皆さんにお送りしてます。あ、なるほど。はい、それで効くわけ。はい、でただ誰かさんからもらっただけじゃダメ。まあ全然ダメとは言いませんけど、はい、効果が違う。効果が違う。なるほどね。こう慈愛が入ってる。はい、ただの消費じゃないよという。そこ大事なことですよね。はい。言ってもね。これはね、全部私が念を入れて。はい。ね、だから皆さん使っていただいて、その念が入ってきて。先生のね、はい、慈愛がね。はい。なるほど。足つぼとは違う、スリム、これどこなんですかね。足つぼとは違う。これは足つぼじゃないんですか。いや、つぼであっても、今までのようにつぼを押すということになります。これは、一点を押すわけじゃないんですけど、はい、真ん中だけじゃなくて、バネというものは、全部、ソフトにバネの周りが全部、真剣に。あ、これはもう、ここの一点ということじゃなくて、はいはい、バネによって、こう、全体的にこう、はいはいはい、刺激するっていうこと。はいはい。それが足つぼとは違うっていうことですね。はい、はい。はい。でも、足つぼマッサージの効果もありますと。はい。もちろんそういう言葉を使わないと、はい、あの商品なもんですから、はい、薬事法でうるさいんですよ。はい、で、マッサージという言葉は使ってます。あ、マッサージは、はい、マッサージという言葉があるんですね。はい、で、青竹踏みとは全く違う構造。はい、はい、だから先ほど言ったように、はい、要するに突起物がね、うん、上へ力をかけるわけじゃない。なるほど。下がるから。で、こんな感じで。はい、はい。こう靴の中につけるんですね。はいはいはい、なるほどね。で、長時間、その確かにそうですね。靴の中にあればずーっと長時間というか、はいはいはい、長い時間いますからね。
それはもう1時間施術受けるんじゃなくて1日中なんか受けてるみたいな感じですよね。なるほど。大体よく分かってきました。はい。で、こちらの方には多くの方に使用いただいて感謝の声をいただきますということで、たくさんの言葉があります。はい。ちょっと上だけ読んでみましょうかね。スリムウォーカーとの出会い。私とスリムウォーカーとの出会いは、今から約30年前。当時私の勤務先のボスが90歳を過ぎた頃から少しずつ脳なんかの症状が出てきて、主治医の先生からも西洋医学的にはいつどうなってもおかしくない状態だからと家族に、宣告されました。なんとか進行しないように努力するように、年齢的にもなかなか難しいことと悩んでいた時、知人の紹介で中山報道先生のところにお伺いしたのでした。その頃のボスは、まず足はすり足で、なんとか会社には出社されていましたが、1ヶ月以上書類にも目を通さず、席に座るなり、うとうとと眠っている日々だったのです。報道先生の治療は、足の裏のマッサージを主体として、全身に及ぶものでしたが、その足の指のマッサージは、報道先生独自の治療方法で、それまでの私の知っているマッサージの常識を打ち破るものでした。先生のお話では、脳の血流を良くするという治療ということで、約2時間の治療が終わりました。少し横になって休んだ後、ボスは起き上がるなり、膝と足を上げて歩き出し、それまで眠っていた目が、キラキラ輝いて、さあ会社に行こうと、驚きながらも、4時を過ぎていたのですが、言われるままに、社に引っ返しました。席に着くなり、それまで1ヶ月も積み重ねられていた書類に一枚一枚目を通し、朱のペンでどんどんチェックし、秘訣の箱にポンポン投げ込み、あっという間に処理し、さあ帰ろうと、たった一度の治療で症状に変化があったのです。先生のお話では、詰まりかけていた脳の血管がスパッと抜けたのだということです。ボスは運が良かったのです。治療がもう少し遅れていたら手遅れだったでしょう。私は長年このボスの秘書として勤務しておりましたが、その時の驚きと喜びは忘れることができません。これは作り話でも誇張でもありません。私はこの目で現実を見たのです。以後、週に1回引き続き治療していただき、ますます元気になられ、100歳を過ぎるまで毎日出社され、ゴルフも100歳まで楽しまれ、 NHK の100歳万歳の番組でこのボスのお元気な様子がお正月に放映されました。ちょっと長いんでこの辺にしておきますけども、これ本当、これ今こういうね、話聞いてる、これすごいですね。この方は、名前もかちゃんと書いてある。徳重澄子さん。この方のボスという方が、中尾幸男さん。ゼネラル石油の名誉会長。あ、ゼネラル石油の名誉会長さん。はい。すごい方をやってらっしゃるんですね、先生はね。で、こちらも、まあ、たくさんあるんでね。はい、こちらの方は、ガーデンソフトの社長さん。こちらの方は、都知事、明美さんね。まあ、とにかく、この先生に対する感謝状っていうのが、こう、いっぱいあるわけですね。これ読んでたらもう、キリがないんで読みませんけれども、もしお時間があったらですね、ゆっくり読んでみてください。どこまでなんですかね、これいっぱいありますよ、ね。もうそれはもうね、皆さん、その先からでも、感謝する、ね。はい、お見えになった人たちはみんなもうその下に向かない。それはもうどうしようもない人たちがみんな元気で、ね。みんなね、病院で治らない人たちが私のところに。なるほどね。まあ、東京の有名病院がほとんど来ています。スリムウォーカーの費用対効果ということで、毎月1万円の回復でジムに通ってたら1年12万円。それはそうですよね。まあ、そういうことで、金額のことも書いてありますけども、ちょっと金額のことあるんですけどね。あなたのお気に入りの靴が健康器具に早変わり、スプリングの硬さは、弱中強3種類。これ何の3種類なんですか？最初はね、習慣だけだったんですよ。はい。ところがね、体の弱い人はね、痛いんですよ、最初。いや、正直言って私痛かったですもん。はい。ところがね、
あの弱いのを作って慣れてくると、はい、その痛みに耐えられるわけですね、はい、最初はねどうしても皆さん痛いものでついに外しちゃうんですよ、はい、まあ、実際には健康の人は痛くないんですけど、はい、体に問題のある人は痛みがあるんですよ。いや私も最初体に問題があったんです。 あります。今痛くないですけど、はい、使い始めた当初はですね、はい、もう一日やったら足が痛くて痛くてしょうがなかった、はいはいはい、それが今は全然痛くない。はい、痛くない、くなくなったってことは治ったってことです。はい、そうです。まあ、まあ、長生きだけでなく健康で楽しめる人生にということで、まあ、ということで。保証書までついてますね。随分立派な保証書ですね。はい。それはね、どういうことかって言いますと、うん、まあ、自然にね、使っていて折れたり、はい、何かした場合には、そのまままた商品を取り返させていただきます。あ、でも先生、このバネっていうのは、これ全然へたらないんですよね。いや、でもね、素足で履いてね、履き方が悪いとね、変形します。あ、そうですか。はい。そのため私、一応靴下履いてるけど、全然変形もしないし。全然へたらない。はい、普通、バネってこう、本当に長く使ってるとへたるじゃないですか。はい。へたりがないのは特殊なバネなんですね。はい。これは、ですね、ちゃんとした、これ、素振り、同じあれでも、あれですね、ステンレスです。ステンレスの、鋼鉄製ですね。ステンレスのスクリーンの。はい、そうです。なんかでも色が黄色ですね、はい。それはね、皆さんがね、どうしても女の人が使うために、これは贈答品でね、金にしたんですよ。あ、なるほど。金をね、メッキしたんですね、はい。でね、本当はしたくないんですよ。高いから。はい。でも、やっぱ女性っていうのはね、最初抵抗があるらしいんですね。それで、贈答品の時に。金メッキじゃ高いですよね。金メッキです。はい。金メッキなんだと、はい、びっくりですね、はい、で中はステンレスってことですね。そうですね。ですから本当は使っていただいてこの金メッキが取れても、はい、中はステンレスからピカピカに光ります。そうです、錆びないですね、はい、ゴールドになりますね。はい、はい、それでまあこういう保証書もついて、はいはい、安心ですね。はい、なるほど。まああとはちょっと読んでおいていただいてですね、まあ、こちらそこに103歳で亡くなられた人の亡くをね、はい、社長様が稲田関の名誉と、はい、はい、その次が増田平と申す者の稲田博士、司会ですね。司会の、はい、はい、でそれが私の商品を売る会社の社員さんですね。あ、はい、でそれは商船密輸、新栄船舶、商船密輸系の新栄船舶の社長さん、はい、お宅商品。まあ、とにかく、なんか、すごい偉い人がいっぱい乗ってるんですけど、まあ、まだここにはね、乗せて悪い人もありますので、乗せなかったんですよ。はい、まだ大勢います。まあ、もちろん許可いただかないとね、はい、乗せられないですよね、はいはい、でも、これだけの方々に乗せてもいいよって言われてって、すごいですね。はい。驚きです。まあ、話が長くなってきたんで、この辺にしたいと思いますけれども、はいはい、皆さん、今日のお話を聞いてですね、あ、ちょっとこちら。いや、本当に素晴らしいお話ありがとうございました。で今日のお話を皆さんも気になってですね、そして皆さんこれね、ただ商品を売りたいとかなんとかじゃなくて、ぜひですね、なんかご相談、中山先生のところにね、一度足を運んでいただいたらいいと思います。東京の四ツ谷の方でなんか診療所、診療所、まあ、いろんなことをやっております。はい、はい、まあ、そちらの方で、いろいろと先生にですね、もっと詳しいお話を聞いて、健康になるための秘訣、はい、もう体のこと、いろんな心理、まあ、そういうことなんで、ぜひですね、先生のところに一度足を運ばれたらいかがかなと、私は思いますけれども、ちょっとこちらの方に、下の方に地図を入れてあります。こちらが四ツ谷駅で、これは地下鉄の、丸の内線だ。はい、地下鉄の運び台と、地下鉄丸の内線の、四ツ谷三丁目が最寄りの駅なんですね、はいはい。そこから四ツ谷に向かって、1本、2本、3本目のところ、左に入ると、この辺にある。ということでね、わ、はいはい、かりました、はい。先生の住所はこちら、東京都新宿区、荒木町 2-17-102、はい、行かれる前にお電話ですね、090-5614-6356。こちらの方にですね、お電話していただければと思います。では、長い間ご清聴誠にありがとうございました。中山先生、どうも今日はありがとうございました。